改札口付近プラットフォーム出口4、ハーバーランド駅は、兵庫県神戸市中央区東川崎町にある、神戸市営地下鉄海岸線の駅である。駅番号は、K04。JR 神戸線神戸駅と浜手バイパスに挟まれた地下にあり、駅名の由来となった、神戸ハーバーランドの最寄り駅である。神戸駅に隣接しており、駅名は異なるが、乗り換え駅として案内されている。 建設時の箇所は神戸駅であった。括弧内は駅番号を示す。地下1階にコンコースと改札があり、地下2階にプラットホームがある。出入り口は4箇所あり、出口にはデュオ神戸と連絡通路で直結している。駅イメージテーマは海を感じるモダンシティ。JR 神戸駅の乗り換え駅にあたる当駅はコンコースを十分広く取り、 隣接するディオ神戸との連絡性を図り、大ンタイルを用い落ち着いた仕上げとした。また、地上につながる吹き抜けを設けその中に、地上からの階段を置くことで、自然光を地下に導くとともに地下と地上の連続性を意識できるようにした。ホームは対抗壁をストライプに塗り分け、モダンなメリハリの効いた空間とした。出入口の地上部は屋根をボールトとし、 ハーバーランド地下街の屋根との調和を図った。寒気塔は三角形の平面に曲線を用いて、柔らかい船のイメージとなるように試みた。2019年度の1日平均乗車人員は7951人である。海岸線では和田岬駅、新長田駅、三宮、花戸京前駅に次ぐ第4位。二千七年度以降は減少傾向が続いていたが、 2013年度は一転して大幅に増加し、現在も増加傾向が続いている。2000年度の計画時では2005年度の予測乗車人員は25,832人であり、海岸線では最も乗車人員が多い駅になるとされていた。しかし2017年現在でも乗車人員は計画時の3割程度に止まっている。 開業以降の1日平均乗降、乗車人員は、下表の通り。駅北側に、地下街の両神戸が直結しており、神戸ハーバーランドへのアクセスルートとなっている。ABCDEFGHIJKL、兵庫の鉄道全域私鉄、公営鉄道神戸新聞総合出版センター、2012年12月10日、233ページ。 ISBN 9長7843億4300万6745平成23.24年度市営地下鉄駅名番下広告の広告主の決定神戸市平成29.30年度市営地下鉄駅名番下広告及び社内放送広告の広告主の決定神戸市2017年3月27日神戸市 神戸市交通局事業概要地下鉄海岸線事後、評価神戸市、2007年3月。ありがとうございます。